俺っていうのはね、めちゃくちゃ安心していないと気が済まない男なんだよ。でもやっていることは常に不安だらけ。どういうことかって言えば、安心したいがために行動する。だから行動が早い矢沢永吉。はい、お世話になります。今日、順でございます。今日も情報発信させていただきたいと思います。今日もいきなりカミカミでございます。途中からお金がいるとか一切言いません。安心してください。無料でお渡しします。まずは順の個人 LINE の方にお問い合わせをください。個人 LINE ですので、LINE アットと違って凍結の心配もございません。ゆっくりまったり優しくサポート。ゆっくりまったり優しくサポートが私の生命線でございます。動画編集とかですね、できません。一発撮りの動画でございます。カミカミ下手くそでございますけど、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。アクション。はい、爆誕生まれ変わりました。ポジション精査ロジックによってですね、安全性が大幅に向上しました。新しいヤマトでございます。それでもですね、月利 28% を叩き出しております。はい、妻に内緒で YouTube しております。ですので、奥様に内緒で、ご主人に内緒で YouTube じゃないですね、FX をしませんかというふうな、よろしく考えてございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらがですね、画期的なポジション精査ロジックの解説をさせていただきたいと思います。新しいヤマト、そしてグレート、その他ですね、Z とかありますけど、私のミラトレスシリーズ全てにこちらを搭載しております。従来の、はですね、ロット倍率の初回エントリーがですね、0.1 ロットだったんですけど、この今回ですね、初回エントリーを 0.01 に変更しました。その関係で、10分の1にですね、大幅に下げた関係で、安全性が大幅に向上しました。安全性をが大幅に向上しました、低いロットではですね、低ロット、低資金ではですね、なかなかエントリーしなくなりました。今までどんどん低ロット、低資金でもエントリーしてたんですけど、低資金、低ロットではですね、この関係でなかなかエントリーしませんが、一旦ですね、エントリーして相場がある程度動くと逆にですね、低資金、低ロット倍率の方の方が利益率が高くなる傾向があります。顕著に出ております。もちろんですね、絶対的な資金額が大きいので、ですね、利益額の方は大きいわけでございますけど、低資金でも利益率の方がですね、逆に上がるというふうな形でございます。一つの例としまして、5月23日の夕方にですね、ロット倍率 100% で利益が1846円だったんですけど、同じポジションの利益がですね、ロット倍率 20%、要するに5分の1なんですけど、利益率は1000円を超えておりました。普通だったら5分の1なので、1864円の5分の1って言ったら、だいたい360円ぐらいなんですけど、ロット倍率 20%、5分の1のロット倍率も1000円を超えたというふうなことで、比較して低いロット、低資金の方の方がですね、高い利益率を叩き出しております。これがまあ一つの例でございます。はい、初回入金ボーナス、プラス2回目、3回目ボーナスがつきましたので、非常に大チャンスでございます。今、解説された方ですね、ボーナスが3回つきますので、大チャンスでございます。このボーナスというのはですね、この FX の中で運用できる金額で、お金でございます。ですので、1万5000円入金したら、その 100%、1万5000円分がつきますので、合計3万円で運用できるという形でございます。はい、小学生でもできる FX の入門用パソコンいりません。すべてスマホで、完結します。スマホで登録、スマホで入金、スマホでリアルタイムの利益が見れます。やめたくなったらスマホで停止して出金して解約してください。はい、画期的安全性抜群、永久手数料0円、1万5000円で FX ポジション精査機能を解説させていただきました。はい、黙ってこっそりですね、稼ぎませんか、時間労働して間に家事や育児、介護、入院している間にですね、稼ぐ方法が、順のミラトレシリーズでございます。完全放置、土日も完全放置で大丈夫。スマホで2分間で登録できます。本当です。手数料とか一切いりません。設定も非常に簡単です。下の資産というところをクリックしていただいて、緑のミラートレード設定が出ますので、ここを押したらですね、動作設定をオンにして、3万円の場合、ロット倍率を 10% にして、設定を保存する。これでもう土日もほったらかしで OK です。操作する必要もありません。自動的にスタートして、自動的に決済します。そしてもう2、3ヶ月してもうやめたいなと思ったらですね、自分の意思で、停止して、出金して解約できます。停止する方法はですね、動作設定をオフにして設定を保存する。これでもう停止します。で、ポジションがない状態で出金して解約をしてください。はい、新ヤマト、安定の月利 28%、18ヶ月間長期運用のフォワードテストで、破綻実績なし、
7つの通貨ペア東京時間のみの限定は今までずっと変わりません。ポジション、精査ロジックで安全性が大幅に新しく生まれ変わりました。ヤマトでございます。EA のヤマトはご覧の証券会社でお配りしております。無料でございます。ニナトリのヤマトは IS6FX。こちらの口座開設必須となります。こちらの口座開設がされないとできません。まずは純の個人 LINE に登録してください。IS6 さんのリンクを渡しますので、そこをクリックして登録してください。メールアドレスで2分間で登録できます。KYC 本人確認はですね、運転免許証とか、住所を証明するハガキの写真、もしくはですね、ウェブで今、住所の証明するものを撮っていただいて、写真を撮るか、住民票でも OK です。住民票でも、住基ネットやマイナンバーカードでコンビニに行ったらですね、簡単に撮れます。先日も私、マイナンバーカードでコンビニでですね、住民票を撮りました。非常に簡単でございます。わからない場合は私が説明します。はい、新しいヤマトのコンセプトは、年に何回か大きな相場変動、ゴールドがですね、必ず起きますので、ゴールドは使いません。夜は安心できる家というようなことで、夜は回しません。日本時間の昼間しか回しません。なるべく含み損がたまらないように、実際の極限まで早くし、危ない相場は運営が完全停止します。急激に走る相場に弱い弱点を改善しました。初動のエントリーロットを先ほど言いましたように、10分の1に下げて大幅に安定性を向上しました。ポジション精査ロジックと言います。その上でですね、利益率を 28% を出しております。はい、ポジション精査ロジックはですね、先ほど説明しました、低資金の方がですね、低ロットの方が利益率が高くなる。なかなかエントリーはしませんけど、一旦エントリーして相場がある程度動くと利益率が高くなります。こちらが、例でございます。ロットバレット 100% が1800円。ロットバレット 20% で1000円利益が出ております。低資金比較して低ロット、低倍率の方がですね、低ロット倍率の方が高い利益率を誇るわけでございます。はい、特徴その1、高速決済、ポジションあまり積まない仕様となっております。旧ヤマトはポジションを積んでいたんですけど、新ヤマトは積みません。急激に一歩的に走る相場に対策しております。はい、特徴その、ね、日本時間のみの限定です。日本時間の朝8時から午後3時のみしかエントリーしません。午後3時以降は新しいポジションは積みません。しかしながら午後3時以降もポジションは持ち越します。持ち越したポジションもしかるべきタイミングで自動的に決済しますので、ほったらかしで OK です。破綻の多くは夜の21時以降に発生するデータがあります。ボラティリティがやっぱり大きくなるんですね。ですので、この時間は回しません。東京時間のみの限定稼働でございます。投資の格言にですね、卵一つのカゴに盛るなというのがあります。卵一つのカゴに入れてですね、そのカゴが床に入ったら卵が全部割れてしまいます。一つのカゴではなく、7つのカゴに盛るのがヤマトでございます。7つの通貨ペアで運用します。7つあればですね、全部同じ、すいません。全部同じ動きはしません。あるものが上がればあるものが下がる。あるものは中立で行ったり来たって相殺しながらコツコツと月利 28% を叩き出しております。それでは運用実績でございます。まずですね、18ヶ月間長期運用資金、フォワードテストですね、30万円運用ロット倍率で18ヶ月間で、プラス150万円、合計で180万円以上。月平均に直しますと8万5000円ぐらい。月利 28% ですね。利益率が少なくても利益率が同じ逆にですね、資金量、資金が少ない方がですね、利益率が高くなる今傾向があります。これがポジション精査ロジックが効いているわけでございます。はい、なかなかエントリーしませんけど、利益率が高くなっております。はい、それでは動画でございます。フォワードテストは2024年の4月15日から2024年の5月7日、3週間弱、30万円運用、ロット倍率 100% で、プラス8万7552円、合計で38万7552円、月利ベースとなりますと、結構月利 35% ペースで今回は回っております。はい、回っております。こちらでございます。はい、4月15日から5月8日、30万円完全放置、ほったらかして月利 35% ペースで回っております。ロングとショートでですね、コツ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 利益を積み重ねております。これでもうですね、ポジションは少なくなっております。ポジション精査ロジックで、ロット倍率 100% でもですね、旧ヤマトに比べたらかなりですね、ポジションが少なく安全性を向上しております。それなりに月利 35% で直近は回っております。はい、ロングとショートですね、このように実績をお見せしております。完全放置で、土日も完全放置で大丈夫でございます。MT4 には7つチャートを表示したらこのように表示されますけど、そもそもこのようなものを表示する必要はありません。スマホで全てリアルタイムの利益が見れますので安心してください。はい、こちらの IS6 の口座を開設してください。こちらがないとできません。純の個人 LINE にこちらの IS6 社のリンクを渡しますので、そこをクリックして登録してください。メールアドレスだけで登録できます。資産というとこをクリックしていただいて、緑のミラートレード設定をして、動作設定をオンにして、ボーナスと合計で3万円の場合はロットバレット 10% にして設定を保存する。
辞めたくなったら自分の意思でですね、どうせ設定をする。これで自分の意思で停止できます。そしてポジションがない状態で、出勤して解約もできます。はい、そもそもミラトレットはですね、月々の経費0円、VP サーバーいりません。めんどくさい MT4 とかインストール一切しません。しかしながらですね、利益が出たら大体報酬手数料が発生するんです。純のミラトレシリーズは0円です。手数料0円です。永久0円です。後からお金が要るとかいませんのでご安心ください。はい、メリットはですね、危険な相場運営が監視します。EA のヤマトよりですね、稼働時間は短いです。調整します。運営が調整します。自分の意思で解約、出勤停止できます。副運用もボタン1つ。永久完全手数料0円をお約束します。どんな方が向いているかというと、FX の初心者の方、相場の判断に迷う方、感情が入らない、機械取引的トレードをしたい方、MT4 の設定が困難な方、MT4 いりません、パソコンを持ってない方、スマホで OK でございます。夜はぐっすりお休みになりたい方、夜は回しません。ゴールド系の家しか運用されていない方、こちらゴールドは使っておりません。はい、推奨はですね、5万円ロットベルト 10%、10万円ロットベルト 20%、15万円ロットベルト 30% ですが、最低資金3万円ロットベルト 10%、3万円ロットベルト 10% でも全然 OK で3000に回っております。資金1万5000円でもですね、プラス1万入金ボ、1万5000円分ほどボーナスがつきますので、1万5000円ロットベルト 10% でも OK のわけでございます。低資金の方がですね、なかなかエントリーはしませんが、一旦エントリーしてポジションがある程度動くと、利益率が高くなる傾向がありますので、低資金からでもですね、稼ぐことができるかと思います。はい、安定の月利 28%、18ヶ月間、フォワードテスト、破綻なし、新ヤマトですね、ポジション精査ロジックで安全性が大幅に向上しました。安定性が大幅に向上しても月利 28% ですね、こちらロットバイト 100% の数値でございますが、月利 28% を叩き出しております。7つの通貨ペア、東京時間のみの限定稼働でございます。はい、新しいヤマト、ぜひともですね、体感してみてください。今までのヤマトとはもう全然違います。180度違います。ぜひともですね、お問い合わせをお待ちしております。はい、軍資金が低い方が高い利益率を誇る純のポジション制作機能でございます。搭載しております。ヤマト絶好調でございます。ついてる、ついてる、ついてる。俺たちはラッキーだ。私たちはラッキーよ。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。